ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。長寿と繁栄を。どうしたんだ霊夢。最近映画にハマっているんだけど、おすすめはないかな？なら前話題になった、ダヴィンチコードはどうだ？話題だったから見たけど、よくわからなかったよ。あの映画は、キリスト教の知識がないとわかりにくいことがあって、謎解きも十分に楽しめないかもな。よし、じゃあ今回は、ダヴィンチコードについて解説していくぜ。あらすじは説明するが、映画を見ていない人がいたら、一回見てからこの動画を見るとより一層楽しめると思うぜ。それではゆっくりしていってね。そもそもダヴィンチコードは、ダン・ブラウンという人が書いた推理小説が原作だな。7000万部の大ベストセラーになっているぜ。映画だけかと思っていたよ。映画も2006年の映画興行収入ランキングで2位を収め、多くの人が見ているぜ。この作品の面白いところは原作の冒頭に、この小説における芸術作品、文書、秘密儀式に関する記述は、すべて事実に基づいている、と書かれていることだぜ。事実ならヤバい内容だったの？ああ、そのことでカトリック教会が映画とスポンサーにボイコットするように、呼びかけたこともあったんだ。ならこの映画は嘘ってこと？それはわからない。本当かもしれないし、違うかもしれないって見るのも、一つの楽しみ方だぜ。内容に注目されがちだけど、ルーブル美術館での初の撮影許可を得た映画で、フランス、イギリスの綺麗な映像も見どころだな。なんとなくしか覚えていないんだけど、どんな映画だっけ？簡単にあらすじを説明するぜ。まず、ルーブル美術館の所長、ジャック・ソニエールが、修道着をまとった男に銃殺されたんだ。でもソニエールは、ある人物にダイイングメッセージを残していた。それが主人公の、ロバート・ラングドン教授だな。一人の警部が、このラングドンが犯人であると決めつけ捉えようとする。だがソニエールの孫で、ダイイングメッセージにより、ラングドンが犯人じゃないと分かった、ソフィー・ヌブーと共に、警察から逃げつつ、捜査をする。といった内容だぜ。思い出してきたか？三人が逃げていたの思い出したよ。で二人、おじいちゃんもいなかったっけ？それは謎を解決するためにあった、リー・ティビングという宗教家だな。なんで宗教家に会うの？まず残されたダイイングメッセージから謎を解いていったところ、殺された艦長の、ソニエールの持っていた鍵にたどり着くんだ。宗教象徴学の教授であるラングドンは、その鍵からシオン修道会という秘密結社に思い至るんだ。シオン修道会？シオン修道会はキリスト教の宗派の一つだな。詳しくは後で解説するぜ。その鍵からシオン修道会の宝物に行き着いたんだが、5文字の暗証番号がいる木箱だったんだ。こじ開けれないものなの？無理やり開けようとすると、中のものがダメになる仕組みだったんだぜ。その謎を解くために会いに行ったのが、霊夢の記憶にあったおじいちゃん、リーだな。思い出してきたよ。でもそのリーおじいちゃん、主人公たちに銃向けてなかった？実は美術館館長、ソニエールを殺したのはリーの指示なんだ。なんでそんな、ソニエールを殺したのも、主人公たちを裏切っていたのも、この木箱に隠された真実を知り、自分の説が合っていることを証明したかったからなんだぜ。最終的にリーは捕まり、ソニエールを殺した犯人は亡くなって、二人は謎の正体に行き着いたんだ。結局その謎って何だったの？キリスト教のイエスには、実は子孫がいる。そしてそれはソフィーだったんだぜ。イエス様ってあの？でも子孫がいてもいいんじゃないかな？キリスト教でイエスは神とされているからな。人間の子孫がいたら神ではなく、イエスは人間だった、となるから、ダメなんだ。それで厳重に隠されていたんだね。途中で出たシオン修道会って何なの？キリストの母であるマリアの娘の墓を守り、その血縁の末裔を守る組織だな。異教や女神崇拝、マグダラのマリアを信仰している組織なんだぜ。話の中のソニエールがこれで、有名人だと、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ニュートンもメンバーだったとも言われているぜ。千年前から存在する秘密組織だな。秘密組織、かっこいい。フィクション、ノンフィクションを問わず、いろいろな作品に登場しているんだぜ。11世紀から歴史があるとか、本当かどうかわからない噂も多数存在するぜ。この噂の根拠は、日本語で言うと、秘密文書という冊子だったんだが、この文章は、当時最後の総長を自称していた、ピエール・プランタールが偽造したものだと。告白したことにより、シオン修道会が主張していた伝統や秘密は偽りだったと、今では考えられているな。総長を自称、ってことは、本当かもしれないんだよね。事実はもう闇の中だな。イエス様に子孫がいたとしたら、お嫁さんは誰なの？マグダラのマリアと言われているな。マリア様って、イエス様のお母さんじゃなかったっけ？それは聖母マリアだな。
別人と言われているぜ。マグダラのマリアは一般的に娼婦だった信徒って思う人も多いが、それは後からつけたイメージだと映画で言っているな。聖書ではイエスに付き従った弟子で、復活したイエスに最初に会った人とも言われているんだぜ。最初に会った人と結婚、ドラマっぽい。イエスとの結婚を伝える伝承があるという文言もあるから、実際に子供がいたとしても不思議ではないな。大事なことだから言っておくが、あくまで本当かどうかわからないと思ってくれ。決めつけはダメだね。マグダラのマリアは男性原理を重視したローマカトリック教会ではイエスの死と復活を届ける証人であり、改心した罪深い女としているんだが、ギリシャ正教会ではそのように思われてなく、いろいろな見方をされているな。シオン修道会は信仰しているぜ。そういえばソニエル艦長を直接殺した人って何者なの？彼の名前はシラスと言うんだ。キリスト教カトリックの秘密結社オクスデイに属する狂信的な信者。イエスに子供はいたらダメ派だな。あらすじでは触れなかったが、シオン修道会の秘密を守っていた3人、ついでに修道女、そしてソニエルと計5人も殺しているな。そんなにやってたっけ？こいつもあらすじでは名前を出さなかったが、主人公たちが追っていたものを始末しようとしていたアリンガローサ司教のために動いていたんだ。なんで殺人まで？シラスはオクスデイの狂信的な信者だが、アリンガローサ司教の影響がでかいんだ。彼は肌や髪の色素が普通の人よりも薄い色素欠乏症で、父親からは幽霊と言われていたんだ。そんな父が母に暴行し、それを止めに入ろうとしたシラスは父をナイフで刺してしまうんだ。それで投獄されていたシラスをアリンガローサ司教が引き取ったんだ。それで何でもするようになったんだね。だが一方的に慕っていたわけじゃなく、その後強盗に襲われていた司祭をシラスが助けた。その時に司教はシラスを見て、君は天使だと言ったんだぜ。お互いに信頼はあったんだね。そういえばシラスって自分に鞭を打っていたような気がするんだけど。シラスはたびたび自分に鞭を打つ、太ももに鎖を食い込むまで巻きつけるなど傷つけていたな。私だったらそんなことできない。なんでシラスはそんなことしたの？彼が属していた宗教オクスデイの影響だな。もともとカトリック教会では鎖や鞭で肉体的供養を行うことは伝統的な行為で、現代でもあったんだ。そのカトリックの秘密結社にあたるオクスデイも肉体的供養を行い、犠牲を捧げる習慣があったんだぜ。カトリックの人たちはみんな体がボロボロなんだ。普通はシラスのように肉体に傷跡が残るほどはせず、きちんと力を加減しているぜ。あそこまでシラスが自らを傷つけるのは、感覚が麻痺するまで痛めつけることで、自分の信仰と同一化することを目的にしていたからだと考えられているんだ。司教から天使と呼ばれていたシラスは、自分が特別な存在だということを心のどこかで思っていたのかもしれないな。特別、おじいさんのキャンディ、そんな彼も、また特別な存在だからです。結局今回の事件を起こしたのは、途中までラングドンやソフィーと共に行動していた、リー・ティービング、霊夢が言っていたおじいちゃんだな。杖をついていたことも覚えてるよ。リーは小児麻痺の影響で幼い頃から足が不自由で、両杖をつき、羊のレミーと暮らしていたんだぜ。羊、いたような気がする。彼は終盤、リーに殺されていたな。リーはなんでそこまでしたの？軽く触れてたけど、自分自身の説が真実だと知らしめたかったからだと言われているんだぜ。イエスの子孫が存在し、もしそれが現代の DNA 鑑定などを使って証明できれば、イエスは神ではなく人間であったことが判明。そうすれば、キリスト教の根幹をも揺るがす大騒動となりかねないんだ。この情報を明るみに出さないために動いていたのがカトリック、司教やシラスだな。リーはその逆を行く存在なんだ。全世界に真実を伝え、歴史を大きく変えたいと考えていたり、リーは自分の説が正しく、歴史が大きく変わるものだと信じ込んでいたから、犯罪に手を染めてしまったと考えられるな。何にしろやりすぎだよ。犯罪に手を染めてしまったリーは、聖書に描かれている蛇と様々な共通点を持っているんだ。例えば、聖書の中でアダムとイブに禁じられた果実を食べるようにそそのかすシーン。リーも同様に、多くの人をそそのかして、自分の手を汚さずに終盤まで進んでいたな。足が不自由なのも、足のない蛇を象徴しているからだと考えられているんだぜ。さすがに聖書の蛇と結びつけるほどではないんじゃないかな？メドゥーサと名付けられた銃も使用したんだ。それは意識しているね。ストーリーで、無理やり開けようとすると、中のものがダメになるって木箱あったけど、どういう仕組みなの？あれはクリプテックスというものなんだ。5文字のパスワードをセットすると開く容器で、中には溶皮紙とビネガーが入っているんだ。強い衝撃を加えたり、無理やり開けようとしたりすると、瓶が割れて、ビネガーが溶皮紙を溶かしてしまう仕組みで、ビネガーは酒を酢で発酵したものなんだぜ。賢いものなんだね。誰が作ったんだろう？
秘密の文書を守るために使われたアイテムで、作中ではレオナルド・ダ・ヴィンチの発明品だと紹介されているんだ。だが実際にダ・ヴィンチの発明品だと証明されているわけではないので、注意が必要だぜ。でも5文字のパスワードなら、適当にやっていればいつか開きそうだよ。5文字のパスワードと聞くと簡単に思えるが、アルファベット26文字 ×5 の5乗になるから、全部で1200万通りにもなるんだ。それは無理だね。主人公たちはどうやって開けた、というかそれなんだっけ？複雑になってきたから少し整理するんだぜ。ソフィーの祖父であり、美術館館長の、ソニエールが所持していた鍵で開けた金庫に入っていたものだな。ソニエールが殺された理由である、イエスに子供がいた証拠につながるものなんだぜ。なんとかついていけてるよ。クリプテックスがあった木箱にヒントが隠されてあったから、それを頼りにパスワードを探していったんだぜ。まず木箱のヒントには、教皇の葬った父がロンドンに眠る、彼の飼育の果ては神の怒りを招く。その墓を飾るべき球体を求めよ、それはバラの肉と種宿る体を表す。と書いてあったんだ。一行目、教皇の葬った騎士がロンドンに眠る、を見たラングドンは、すぐにロンドンのテンプル教会を思いついたんだぜ。テンプル教会は、シオン修道会が作ったテンプル騎士団を祀る教会で、マグダラのマリアの墓を守っていた、という事実もあったんだ。だが、ヒントには球体を求めよ、と書かれていたが、それっぽい球体は存在しなかったんだぜ。その後、教皇が葬った騎士が眠る教会を探し、アイザック・ニュートンがシオン修道会の総長だったことを発見したんだ。私でも知ってる、リンゴの人だ。万有引力の法則だな。その後ラングドンとソフィーは、ニュートンの墓があるウェストミンスター寺院に向かったんだ。そこでは太陽系の惑星の展示とか、いろいろな球体があったんだが、ラングドンはその中に、リンゴだけがないことに気がつくんだ。つまり5文字のパスワードはわかるかレイム？リンゴ、アップル、A、B、P、L、E、ね。ニュートンは、霊夢がリンゴの人と言ったように、木からリンゴが落ちるのを見て、重力の法則を発見したのは有名なエピソードだな。そのことや、リンゴは神話にも出てくるのは有名だな。さらに、リンゴの花は5枚の花びらを持ち、母性を意味しているんだ。こうした理由から、アップルという答えが導かれたわけだぜ。それで箱は開いたんだよね？何が入っていたんだっけ？さらにまた紙が入っていて、そこには新たな暗号。聖杯は、イニシエのロスリニの元で待つ、匠の芸術に囲まれて、剣と杯がそれを守る、それは輝く星空の下で眠りにつく。と書かれていたんだ。ここで言う聖杯は、イエスの子孫のことだぜ。ロスリンという名前を見て、ラングドンは、スコットランドにある、ロスリン礼拝堂を思いつくんだ。ロスリン礼拝堂は、テンプル騎士団が建てたもので、異教の象徴が飾られている暗号の聖堂と呼ばれた場所なんだぜ。そこには、棺があったと思われる場所に一輪のバラが飾られていて、部屋にあるたくさんの古文書に、ソフィーの家族が事故に遭った時の新聞があったんだ。なんでソフィーの家族のがここに？そういえば、ソニエール以外の家族ってどうなってたんだっけ？ソフィーが幼い頃に、事故で亡くなったんだ。そしてラングドンは、ソフィーがソニエールと血が繋がっていないこと、ソフィーの名字はソニエールではなく、サンクレールであることに気がつくんだ。サンクレールは、フランスで最初に作られた王朝、メロビング朝の直系にあたる名字で、メロビング朝は、イエスとマグダラのマリアの子孫にあたるクロービスによって、作られた王朝だと作中では語られているんだぜ。つまり、ソフィーはイエスとマグダラの末裔だったわけだな。それは大丈夫なの？子孫がいるかもしれない証拠だけで命を狙われてなかったっけ？そうだな。広まるとまずい情報だから、ソニエールは自分の実の孫ということにしていたんだぜ。いい人だね、亡くなってるけど。そういえば最後、主人公祈ってたけど、あれはどういう意味なの？ラングドンがホテルで髭を剃っている時に失敗、血を流した後のシーンだな。洗面台に落ちた血が線となり流れていく様子を見て、ローズラインが頭に浮かんだんだ。ローズラインはもともとパリに存在していた死後線だな。死後線は地球の南極及び、北極を通る大円、経線のことだぜ。パリの上を通る四五線上には、真鍮で作られた、135個のマークがついていて、地図ではそこにバラの花が描かれているんだぜ。それをたどった先にルーブル美術館があったんだ。そして美術館の、透明の逆さピラミッドの上にも、ローズラインのマークがついていたんだ。そして逆さピラミッドの下には、石で作られた小さいピラミッドが飾られているんだ。よくわからないんだけど、ここでさっきの暗号、聖杯はイニシエのロスリンの元で待つ、匠の芸術に囲まれて、剣と杯がそれを守る。それは輝く星空の下で眠りにつく。思い出してほしい。匠の芸術は、ルーブル美術館。そして剣は石のピラミッド。杯は逆さピラミッドを指していると考えたんだ。
つまりラングトンは、マグダラのマリアの棺は、このピラミッドの下に、眠っていることに気がついたんだ。それでラングトンは、ひざまずいて、女神信仰の信者が行ってきたように祈りを捧げたんだぜ。なんとなくわかった気がするよ。そもそもキリスト教がよくわからないんだけど、世界三大宗教の一つだぜ。ユダヤ教を起源とした宗教で、仏教やヒンドゥー教のようにたくさんの神様、仏様が登場する宗教と違い、天地創造から人間を作り出した、唯一絶対の一人の神様を崇拝する宗教だぜ。霊夢は世界で一番出版されている本が何か知っているか？世界的に人気なハリーポッターとか？実は聖書なんだ。ハリーポッターは全巻合わせても約5億部。聖書はいろいろな説があるけど、少なくとも50億部と言われているんだ。その中の新約聖書の内容は、イエスという一人の人間が生まれてから死ぬまでを描いた伝記で、イエスによる多くの教え、弟子たちの布教活動の記録、予言などが書かれているんだ。イエスという人間、神じゃなくて？その疑問こそ、この作品が投げかける最大のテーマと言えるな。イエス様の生涯って気になるんだけど、最初はマリアという母親から生まれた少年だな。しかし、母のマリアは夫と結婚する前に天使の力によって、処女のままイエスを産んだんだ。そのためイエスは神の子と人々から信じられたわけだな。成長してからのイエスは、ユダヤの神を崇め、神の教えに従い、神の教えを説くために、ユダヤの地を放浪する旅に出たんだ。彼は行く先々で病の人々を癒したり、水をワインに変え、ほんのわずかな食料を5000人の群衆に分け与えたり、水の上を歩いたりと、数々の奇跡を起こして、多くの信奉者が彼に付き従うようになったんだ。まさに神様と言われてもおかしくない活躍ね。そして人の作った戒律が間違っていると公然と非難もしたんだ。そしてそれが怖かった当時のお偉いさんは、イエスを反落者として、貼り付けにして処刑したんだ。いつの時代もひどいもんだね。でもイエスの処刑から3日後、彼は蘇ったんだ。そして弟子たちは、イエスを神と称えたという話になるぜ。勝手に子供ができたり蘇ったりすごいお話ね。他に死から蘇った人間はいないし、処女のまま妊娠した人もいないから。イエスは神格化されて、キリスト教においての神になったわけだな。タイトルにもなっているダヴィンチだけど、クリプセックスを発明したかもって言われているんだよね。絵の印象しかなかったよ。モナリザや最後の晩餐で有名だな。だがダヴィンチは、現代のテクノロジーにも影響を与えるほどの発明家で、医学も学び、音楽家でもあったんだ。さらに建築や木工、機械工学とあらゆる分野に精通した、万能の鉄人と呼ばれているんだ。すっごい多才。最後の晩餐もだが、芸術作品は宗教に関するものが多いのも特徴だが、それは教会からの依頼によって制作されたものが多いからなんだぜ。この時代の宗教画はどれも登場人物が神々しく、天使の輪が頭上に必ず描かれているんだ。しかしダヴィンチの作品はどれも薄暗く不気味で、天使の輪は描かれていないんだぜ。そして映画の中でダヴィンチは、キリスト教の秘密を守る秘密結社シオン修道会の総長だったのではないかと言われていたな。発明や暗号に精通した彼は、不可解な暗号を絵画の中に残した。それは、密かにキリスト教の秘密を絵画の中に描こうとしたからではないかと考えられているんだぜ。ダヴィンチは絵画の中に一体何を描こうとしたのか？を考えながら、映画や小説を見るとまた一段と楽しいかもしれないな。もう一回映画を見たくなってきたよ。今ならもっと楽しく見れる気がする。最初に教会が映画にボイコットするようにって言ってたけど、そこまでの内容なのかな？ダヴィンチコードがテーマにしていたのは、今までいろんな映画や物語の題材にもなっている人類普及のテーマで、誰もがその答えを追い求めてきた、聖杯伝説なんだ。聖杯ってのにもいろいろな意味があって、イエスが貼り付けになった際にその血を受けた杯、イエスが処刑される前夜、弟子たちと共に食卓を囲んだ際にワインを振る舞った杯、最後の晩餐のことだな。と、様々な解釈がされているぜ。その聖杯を手にした者は、世界を支配できる、永遠の命を手に入れるとも言われ、聖剣エクスカリバーが有名なアーサー王や、ナチスなどもこの聖杯の行方を追い求めていたものなんだぜ。アーサー王にエクスカリバー、アニメとかで聞いたことある。いろいろな作品に登場しているな。さっき言った例のように、聖杯はカップのような形の物体だと信じられていたんだ。だが、映画ダヴィンチコードが導き出した答えは、それまで考えられていたものとは全く違うものだったんだ。なんだっけ？解説ではあまり聖杯の名前を出してこなかったから分かりにくいかもしれないが、主人公たちが行き着いた、イエスの子孫は生きている、ってことだぜ。キリスト教の信者たちはイエスを神だと信じているから、子供がいた、イコール人間だったってのはまずい。
それが問題になったんだぜ。神様にも子供がいてもいいんじゃないかな？軽く触れたが、イエスの母は処女のまま彼を産んだんだ。にもかかわらずイエスが、人間の女性と人間と同じ行為をして子供を作った。ってことになれば、イエスが人間だという証拠になり、今までの教えを揺るがす、なんならキリスト教の存在そのものを否定する問題なんだ。さらに映画の中で、魔女狩りとして大量の女性を殺した話が出たが、それはイエスの子を宿しているかもしれない女性をも殺しているかもしれない。これがダヴィンチコードでのキリスト教の真実で、話題にもなったところだな。具体的に教会の反応はどんな感じだったの？カトリック教会のタルチジオ・ベルトーネ枢機卿はこの映画の原作小説を、事実無根なことが含まれたはずべき本と批判したんだ。他にも、作り話なのに、読んだ人が本当の話だと誤解する危険がある。史実を曲げている、と言っているな。さらに、学生の間で、読まないと有効遅れになる、と、若者の教会離れも危惧したんだぜ。キリスト教の人はみんな批判的なの？作り話と相手にしないところが多いが、キリストの結婚はキリスト教信仰に影響を与えないと言っている人もいるぜ。ボー牧師は、福音のメッセージは、完全な神であり、完全な人であるイエス・キリストが、私たちと同じ地上に生きたこと、罪人である私たちに歩み寄り仕えてくださったこと、十字架上で死なれた後復活されたことにある。イエス・キリストが結婚していたとは思わないが、もし結婚していたとしても、キリストが死に打ち勝って復活され、私たちの真の命となった事実に変わりはない。と述べているぜ。だとしても、ほとんどのカトリック教会はこの映画に批判的で、圧力によって映画の上映が中止された国、デモが起きた国もあるんだぜ。作者が、事実に基づいていると書いていたんだよね。それがなかったらここまで問題になっていない気がするよ。でも宣伝にはなってそう。キリスト教がそこまで広まっていない日本だと、こういったことも宣伝効果になるかもしれないが、バチカン、カトリック教徒の総本山だな。が、見るなといえば水に澄ませる力を持っているから、世界で考えたら、逆に予想収益を下回る可能性もあった作品なんだぜ。そこまでの力を持っているんだ。それが、宗教の恐ろしいところだな。作中、ソフィーがロスリン礼拝堂で言ったセリフ、人間って結局、誰を守るのか、何を信じるのか、というセリフを思い出すな。ということで今回の動画は以上だぜ。面白かった。昔見た時はわからないことも多かったけど、また映画を見てみるよ。ソフィーのことやリーの本性を思い出しながら見ると、より楽しめると思うぜ。ではこの動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よかったら他の動画も見てね。最後までご視聴ありがとうございました。